さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。最近ね、ルフィを使って戦場チャレンジとかやってたんですが、まあ今日も戦場チャレンジも終わってしまい、ふと思ったんですよね。このぶっ壊れリーダーを使えばどんぐらい楽に百式を攻略できるのかということで、今日は魔法石85個欲しい人向けに戦場チャレンジじゃなく百式をやっていこうと思います。はい、百式というか、まあ未知の神聖ですね。テクニカルダンジョンの未知の神聖をやっていきます。はい、まあこれね、開けるのとかね、スタミナとかは最低限いるので、まあある程度中級者以降の人になってしまうんですが、まあどんぐらい楽に勝てるんだろうということで、今日はルフィ使ってやってみようと思います。まあ多分ね、もうあのルフィ持ってる人はね、あのもう百式勝ててる人も多いと思うんですが、まあある意味検証動画的なノリでね、今日はできる限りワンピースコラボ多めの編成で遊んでいこうと思います。はい、でも早速ルフィからです。ルフィは遅延2つにリタチェン耐性です。でチョッパーですね、10強つけて遅延3つに、ドラゴンキラー1つつけてあげてます。でアイアンマン武器継承ですね。チョッパーはまあ血内回復プラス覚醒無効回復してあげれば大丈夫で、あとはまあ回復力欲しいので、代用としてはアリナ、ベリアル、アマテラスあたりになるかなと思います。代用する場合はちょっとボスワンパンできなくなっちゃうんですよね。この編成ボスワンパン編成になってるので、もし代用してあげる場合はね、ボス2パンしてあげてください。別にルフィ2回打ってあげればいいだけなんで。でチョッパー、はい、チェーンさんドラゴンキラーで、今回ワンパン要因でチョッパー入ってます。ラフィーネ遅延2つ積んであげれば OK です。まあチェーン2つ3つかな、でも2つで大丈夫なんで、チェーン2つ積んであげてください。アシストは自由です。でエドワードニューゲート、こちらも遅延3つ積んであげてますが、アシストは自由となっております。はい、白ひげですね。でバギーは超覚醒スキブプラスで遅延2つで OK です。お邪魔目覚め耐性とか毒目覚め耐性はなくても大丈夫なんで、今回の場合ボスワンパンなんでね、ここは自由枠です。なんなら遅延3つ積んでおいてあげると安心ですね。でアシストはマルコ武器です。はい、これは創作耐性持ってるのと、あとねこのスキルが指回復持ってるんですよね。指回復サムの攻撃力3倍持ってて、あの百式の4階層のね、指減少回復減少をすぐに対策できるので、マルコ採用してあげてます。はい、で最後、ルフィですね。ルフィは遅延3つつけてあげれば OK。で、アシストは、ファガンとか、アマージュとか、スキブプラス HP 漏れる武器で大丈夫って感じになってます。はい。編成こんな感じです。で、例えば、アイアンマンの役割とかで言うとね、これ、アイアンマン武器って2ターンヘイストがあって、ルフィを貯めれて、かつ、スキブ、チーム HP、雲あるから採用してるんですね。だから、もしここ代用してあげる場合は、相手の枠に HP 漏れる甘小積武器とかつけてあげて、さらに相手の枠にスキブつけてあげて、さらに相手の枠に指延長つけてあげるとか。雲耐性つけてあげるとかで大丈夫です。はい、で今回の編成 PDC こんな感じになってます。まあ、もしね、もし今回の編成を参考にして百式挑戦したいなっていう人がいたらあれなんで、もう一応編成についてはがっつり書いてみました。道中は本当に5下宿見まくるだけで、それにね対してスキル打つだけなんで特に考えることないんですが、編成だけはね、まあ一応ぜひね、組める人には組んでほしいので、代用等を考えております。もしね、組めそうな人は、こちら参考にして挑戦してみてください。まあ今日はね、百式どれぐらい楽に勝てるのかということで、ボスワンパンのルフィ編成を使って遊んでいこうと思います。実際に使っていきましょう。さあ、ということで、1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層ですね。とりあえずラフィーネ打ってあげて、殴っていきます。ラフィーネ、チョッパー継承のヘイスト。からのルフィからのルフィで、序盤はある程度まあ3色消しというか5色消し組んで上げてスキルダメしていきましょう。ちなみに余談ですけど、この編成アシストね、ほんと PDC のまま組んだら結構指カツカツなんで、余裕があれば指延長のアシストをつけておくとかなり楽になります。あとは例えばなんだけど、チョッパーとかは回避力が結構低めだったりとかするので、回復力も上げておいてあげるといいかな。だから回復力指あたりは増やしておければいいかなって感じです。この編成はあくまで最低限の突破できる編成になりますので、まあ、正直この編成のまま挑戦するのはあまりお勧めしません。ある程度指と回復を持った状態で挑戦してみてください。ちなみにワンピースコラボ始まって5日目にして、すごいですね、ネタ切れに陥っておりまして、ちょっと今日からしばらくネタ切れ動画になるかもです。お願いします。もうある程度やり尽くしちゃったんで、ワンピースコラボもあんまりね、今更上げるキャラもいないんですよね、なかなか。まあ、もしやってほしいキャラとかいたら、本当は Twitter の DM に送ってほしいんですけど、まあ、一応コメント欄に書いてくれれば見るかも。あんま僕ね、コメント欄見るのがね、別の日になるんですよね。とりあえずここ突破していきましょう。なんかこれ別に僕だけだと思うんですけど、僕 YouTube のコメント欄をあんまり初日に見ることがなくて、2日目以降に見るんですね。そうで、そのネタ切れなんで、明日ネタがないんで、あんま意味ねえんだよな。まあでもここに書いてくれれば多分見ると思うんで、ぜひお願いします。なんで見ないかっていうと、
その動画がどれぐらい伸びたかっていうのをすぐ見るのがめっちゃ嫌で、1日経ってから見たいんですよね。まあ当然アップしてから 2,3 時間の時って再生回数少ないじゃないですか。で1日から経つとまあある程度伸びるじゃないですか、 YouTube って当たり前だけど。2回速白ひげ打ちます。はい、でまあラフィンで溜めながら倒していきます。ここ突破時水消さないように注意してください。あごめん、水消さないようってかね、水焦げし入れないように注意してください。そうだからね、1日を放置してから見るのがすごい楽しみなんですよね。だからね、まあどうでもいいですね。はい、とりあえずでここはじゃあ殴っていきましょうか。ね、こんな感じ、イメージとしては。よいしょ。はい、これで水だけ必ず三消しで止めてあげて殴っていきます。焦げし入れずに殴っていきましょう。あでも火力足んねえか。まあ、ラフィーネ変身できるタイミングで変身しちゃっていいんで。うわ待て、これ水めっちゃ多いな。水消そう、やだ。水消します。水一回降ってきていいよ。ナイズ。指12秒で結構カツカツなんで、そうやっぱここのパズルが苦手って人はね、そのある程度指積んどいた方が楽ですね。待って、これまたこれあれじゃん、やべえ、俺めっちゃパズルミスしてる。これまたミスったな。せめてルフィ打ってあげれば倒せるんだけど、ルフィ持ち忘れてるから。やっばい、ちょっとね、さっさとルフィ打てって話なんですよ。こんなルフィ打っとけば大丈夫なんで、今のルフィ打ってれば倒せてるので、さっさとルフィ打ちましょう。でこれ消したくない水をさっさと消費。はい、でもこれで倒していきます。そうルフィ打っとけばね倒せたんですけど、なんか無駄にルフィ渋ったせいで危なかった。ルフィ打ってればワンパン可能です。はい、で3回戦をここでラフィーに打ちましょう。パズル苦手だって人は2回戦でルフィ、あ間違えた、ラフィーに変身も全然 OK です。2回戦もしくは3回戦でラフィーに変身してあげてください。で殴っていきましょう。指18秒、もうあじゃあ24秒。こうなったらねパズルはねかなり楽になります。はい、そうだから本当にそのラフィーネ変身までの辛抱って感じかな。指はマジでラフィーネ変身するまでは超きつい、それ以降は楽勝です。でその変身するまでの過程でしんどいのが嫌って人はアシストで指伸ばしてください。それだけで OK で光闇吸収はちなみに全く気にすることはありません。副属性が全部光闇いないんでね。で4階層ここはまず1コンボ組んであげて、はい、スキルためです。で今回のバギー継承している武器打ってあげて、指延長回復エンハンスマルコ武器か打ってあげて、であとはルフィ打って倒していきましょう。いきます。よいしょ、とりあえずもう平積み組んじゃって、やべミスった、やばい。ちょっとで、じゃあもう木にしよう。はい、これで倒していきましょう。まあ別にね、あ落ち込んで火の火力入ったわ。火消せなくても倒せるんですけどね。突破していきます。はい、まあそもそもこの編成全体的に火力が高いので、別に6色消しミスったとしても普通に倒せます。あで5階層はルフィ打って倒していきましょう。ワンパンしていきます。ラフィーネ打ちまし、あー打たなくていいわ。若干エンハンスが次飛んでくるので、ラフィーネは温存。どうせここ柔らかいしね。え待って、なんか指延長ないんだけど、ラフィーネ打ってください。失礼しました。あそっか、さっきマルコ打ったから指延長効いてるんだ。あラフィーネ打っていいです。はい今回パズル間に合ったけど、ラフィーネ打ってあげて OK で、まあ、とりあえずこのまま倒していきましょう。はい、さあ続きまして6階層です。必ず HP 全開で突破してください。で HP63,961 以上、加工必須です。あでもリダフレジャッカか、じゃあもうなおさらラフィーネ打っていいっすね。はい、でここもしっかりと水汲んでいきます。ちょっと待ってね。はい、これで5セット組んであげて倒していきましょう。ちなみにねこの編成ね見てほしいんですけど、回復5消しだけだと5万ぐらいなんですよ、回復が。で一応 HP 全回復しないので、回復力武器とか1個積んどいてあげると回復力さらに安定して立ち回りやすくなるかなとは思います。まあ一応ね、一応ですけど回復力ちょっと注意ですって感じ。どうしようかな。これは
火を作ろっか。火から、あれやべ、ぼーっとしてた。はい、木を作ります。はい、これで倒していきましょう。回復努力と書いてなかったらね、なおさら回復力こんぐらいで4万9000ぐらいだから、本当に回復力だけ注意。チョッパー単体じゃねえ、これそう、チョッパーに回復強化プラスつけてこれなんで、ちょっと回復力はマジ注意してください。まあ、回復4ゲージ組んであげればいいだけなんで、パズル上手かったら大丈夫やけどね。あ、でね、うわーこれチョッパー空打ちしとこう。これごめん、チョッパー空打ちしときます。ここで失礼しました。チョッパーのアシストを空打ちするの忘れてた。そう、チョッパーね、道中で1回空打ちしないとね、11回数でスキル溜まっちゃうんでね、注意してください。道中で1回空打ち必須です。でここルフィ君で倒していきましょう。どうしよう、どこでスキル貯めよう。9回数とかで貯めるか。ここでニースとか来てくれればなおさら貯めやすいし、ナイス。ここでちょっと貯めましょうか、チョッパーのスキル。11回エイソで打つから残り2か、じゃあ残り3だ、残り3でいいので、こんな感じで耐久します。で耐久はね全然間に合うから大丈夫よ。はい、でこれで1ターン耐久。暗闇耐性も 100% だから大丈夫です。です、ちょっと回復ドロップ読んどいてあげて、ラフィネット倒していきましょう。今日寝起きで結構パズル力低いんですけど、それでも簡単に立ち回れるのルフィやばいよね本当に。別にパズル力とか関係ねえもんな。おいルフィ打ってないやんこれ、何してんルフィ撃てや、何してんねんほんまに。はい、ルフィ撃って倒しましょう。いきます。ほんまに何してんねん。あやべ、はいはい、これでちゃんとルフィ撃ってあげて倒していきましょう。めちゃくちゃスキルダメしたな。もうチョッパー溜まってるやん、ここで。はい、これで倒していきます。まあでもね、チョッパー溜まり直しをかけて11回数を対策できるんでね。まあまあ、結果オーライ、結果オーライ。ナイスナイス。ナイス。さあ、続きまして、10回数。ここね、リダフェルジャック入るんで、できればルフィ打ちたいんですけど、溜まってないんで、まあ一旦盤面で殴ります。これ倒せんのかな、ちょっとわかんないんですよね、正直。わかんない時の対処はね、簡単なんですよ。やべ、ミスった、バカミスった。ちょっとわかんない、とりあえずまあとりあえずはい、これで11コンボ組みます。これ倒せます、強っ、楽勝で倒せたわ、最強だなマジで。ルフィの弱冠エンハンス関係なく倒せるのマジ強いね。でここはチョッパーとルフィ撃って倒していきます。次の階層誰だっけ、12階層って誰だ、おいマジで思い出せんぞ、まあ、思い出せんってことは大したことないキャラ出てくるはずなんで、あーあれだあれだ、そうこしまるこしまる、本当に大したことないキャラだ。ルーレットだけ注意してください。ルーレット打てるようにしておきましょう。それ以外は気にするポイントなし。え、これ水だよね、ナイス。はい、これでワンパンしていきましょう。 OK、 倒していきます。ルフィ撃った時の火力マジで高えな。てかなんかルフィが来てからさ、本当にパズルな環境は変わったな、ガチでガチでな、こいつ一体で。マジでなんか超重力ダンジョンが全体的に火力の面で解決できるようになったから、パーティーの幅がすごい広がったよね。結局なんでルフィが強いって、好きなキャラ入れるかなんだよな本当に。今ではさ、ボルケーノ入れたりとかしなきゃさ火力が足んねえみたいな感じだったじゃん。ルフィってさ、何入れても軽く出るもんね、ほんとずるい。あ、でね、これちょっとね、フレンドルフィ打っておきたかったっすね。若干エンハンス食らってるので、できれば打っておきたかったって感じ。うん、倒せるんかい、じゃあ打たんで OK じゃあ打たんでいいよ全然、打つな打つな、もったいねえから。
撃つな撃つな。えい、回復作ってあげて、ヒドロップ作ろう。あと3個か、あと2個、あと1個。さあこれでまずは3色ちゃんと含みながらの12コンボです。ここね、花火生成とかになっちゃったりするので3色消すことだけ意識してください。でね、やばい場合はねバギー打ってあげちゃって OK なんで、バギー打ってください。でどちらかといえばここちゃんと回復しないとまずいので、これ絶対この階層突破時回復する意識持ってください。 HP45000 確保必須、必須です、必須。ここ結構ね、そう回復忘れがちなんだけど、ちゃんと回復しないと終わりなんで、まあ、今回はもうひよってひよって2セット組んでおきましょう。こんな感じで、まあ、一応1セットで回復したら追いつきますが、まあ、HP 全回復できるんで3ゲシも入れておきます。はい、これで倒していきましょう。で必ず HP 全回復で14階層です。こいつの先制対策ですね。でこいつはバギーがない場合は、まあ、3色消ししてあげて耐久です。今回バギーあるのでバギー打ってあげてドロリフでラフィーネ打ってあげて倒していきましょう。でここもしっかり回復入れていきます。ルフィ打ちましょう。あ、まあ別に回復入れなくてもいいわ。よく考えたら次15階層なんでワンパンできれば OK。 まあでもさすがにこれは回復入れましょう。はい、こう、これで5セット含む回復含む5色消しかな、闇以外消してあげて倒していきます。火力は絶対足りるんで大丈夫です。もう本当にルフィが最強なんで火力足りないことだけはない。さあ15、ここはねルフィ1ターン貯めたいんで1コンボしてから突破しよう。確かこいつの攻撃そんなだるくなかったはずなんで1コンボして待ちます。はい、で次突破しましょう。だるくなかったよね、本当にだるかったっけ。え、めちゃくちゃだるいやん。え、めちゃくちゃだるいやん。え、めちゃくちゃだるいやん。びっくりした。え、だる。だろ。めちゃくちゃだるい。じゃあこれドロップが気になったら始めましょう。いきます。まあ、全然焦ることはないですよ。この程度ははっきり言って想定内なんで。さあ、右が気になったらね、指離していきましょう。はい、まあ、やっぱりここはねできればね、そうルフィ貯めてから突破したいんですよね。ということでワンパンしていきます。バイバイ。さあそしてボスです。でなんでここでルフィ貯めるかっていうと、最初動画ね冒頭で話しました、この編成はボスをワンパンしたいと。そうなんです、ワンパンを狙いましょう。ということでいきます。まずはルフィ撃ちます。はい、ルフィ、はい、ルフィ、はい、ラフィーネからの白ひげ打ちます。でちょっとパズル難しいんですけど、5色消し組んでいきましょう。5色消し含む5セット組んであげれば大丈夫なので、ちょっとここは全力パズル頑張っていきましょう。で欲しいドロップとしては、何が欲しい、火が欲しいですね。火が一番欲しいかな。 OK、 じゃあ頑張っていきましょう。光でもいいな。じゃあここはねもうパズル力で頑張ります。20秒あるんでね、頑張っていきましょう。やべえ、さて何が飛んだ、これだ。さあこれでもう、まあ、実は6セットはいらないんですけど、5セット含む5色消し組んであげて、あ、強い倒していきます。ちなみにちょっとねパズルクソムズだったけど、もしね今の最低突破ラインの話をすると、5色5セット組んであげれば確定ワンパンって感じなんで、まあそうね、この突破方法が一番安定はするかな。あとはまあ貴族性とか別に外してあげても絶対倒せるので、火、水、光、闇の5セットかなとかでも突破できるので、っていう感じやってあげれば大丈夫です。はい、
これでボスワンパンしつつ突破できて、かつまあ時間もねそんなにはかからないかな。ちょっとトップラインの話は後でしますけど、もう一回だいたい16分30秒とかで周回できるのでかなり楽な編成になってるかなと思います。1回クリアする分には楽勝な編成だと思うので、まあルフィがもう最強なんでね、ぜひよかったら使ってみてください。でちょっと最後 PDC でね、最後の火力の話だけしますね。はい、でボスの火力に関してなんだけど、まあ、グラビティ 20% があるんで 80% 削れれば大丈夫なので、例えば火、水、光、闇の55555とかですねだったら 81.6% とかでボス削れますし、あとはね、例えば光さんの5消しとかだ、いや足りないわ。じゃあやっぱりキーが行くんで上げる必要があるのかな、火力的には。闇さんのキー行こう。あ、これもいけますね。火、水、水、火、光の5セットずつと闇の3消しみたいな感じ。まあ、だ基本的にはまあ5色石はもうほぼ必須で、かつ火、水、水、光の5555は絶対必須って感じかな。で残りの闇時に関しては33とかにしてあげても大丈夫って感じで、闇外したりしちゃうと多分火力足んないので、その場合は必ず闇さん入れてあげてください。なので、まあ、ボスの突破ラインの一覧としてはキー以外を外した、5消し5セットですねは大丈夫。キー以外の5消し5セットだったら突破できますし、あとは闇さんの残り55555とかだったら突破できるので、まあぜひねそれを参考にして立ち回ってみてくださいという感じがね、今回の編成となっております。はい、ぜひ参考になった人はチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。